はい、今回は台湾料理チャレンジということで、開発がかなりこだわったソース作っちゃいました。皆さんこんにちは、スパイス社長こと飯野でございます。今回の業務用動画編ではボリューム1から3までの3動画を作ります。当社開発がこだわりにこだわってソーススパイスを試作して台湾料理にチャレンジします。新あるオリジナルスパイスで台湾料理メニューを3品提案してまいります。はい、今回の台湾料理チャレンジボリューム3、これではどんな台湾料理を作ってくれるんですか？はい、このボリューム3では、はい、黒胡椒の香りが溢れ出す、はい、肉あんたっぷり胡椒餅をバッチリみんなで作ってまいります。なるほど、今回は当社開発チームが簡単美味しいにこだわって作りました。それではいってみましょう。レッツボイスキングダム。はい、黒胡椒の香りが溢れ出す肉あんたっぷりフージャオピン。ジョジャン、材料説明よろしくお願いします。はい、それでは胡椒餅、こちら6人前のですね、材料説明をさせていただきます。はい、はい、こちら豚バラのブロック肉、こちら6人前の分量で 100g、 はい、はい、こちら豚ひき肉 150g、 はい、はい、こちらニラ 50g、 はい、はい、ネギ 100g、 はい、はい、でこちらお塩ですね、こちらが 3g、 はい、はい、でこちらが、台湾風ウーシャンソース、はい、こちらが 50g、 はい、はい、でこちらが、ブラックペッパーのちょっと粗挽きのものですね、はい、163、こちらは 30g、 はい、はい、こちらごま油大さじ1杯の 15g、 はい、はい、でこちら、まあ、生地の方ですね、こちらの方強力粉 130g、 はい、薄力粉 70g、 はい、砂糖 10g、 はい、ドライイースト 4.5g、 はい、こちら塩、こちらも 4g、 はい、はい、でこちらぬるま湯の方ですね、はい、こちらは 130g、 はい、でサラダ油 4g、 はい、でこちらまたちょっと生地をその2つに分けますので、中生地として薄力粉 50g、はい、こちらラード 30g、はい、でこちら、上の方に振りかけるこちら煎りごまですね、はい、以上となっております。
はい、社長、胡椒餅できました。はい、お、ちゃんとできましたね。それでは行ってみましょう。黒胡椒の香りが溢れ出す肉あんたっぷりフージャオピン、せーの、実食。そうなんですけども、先ほど前ありました肉のブロックの豚の筋肉ですね、こちらの方と200ミリをこちらの方を変えて、で、はい、中あんを作っております、うん、でこちら先ほどありましたその強力薄力あとは中生地ということで、うん、まあ、生地を2つに分けて作っております。なるほど。でもやっぱりスパイスは決め手はこちらの台湾ソースを使っておりますの で、うん、はい、でこちらの台湾ソースなんですけども、はい、こちらその、まあ、一般的によく使われる調味料、醤油先に、はいはいはい、こちらのスパイスですね、うん、よく使われるこういう5種類のスパイスをじっくりと抽出することによって風味をつけたものを使っております。なるほど。あとね、胡椒がやっぱり効いてますね。そうですね、やっぱり胡椒餅ってことですよね、うん、美味しいですね。あとこれどうちゃん、このフージャオピンはなんていうの、生地がすごく、そうですね、こちらの、はい、こちらの生地なんですけども、はい、こちらの、はい、通常の生地、まあ、外生地とあと中生地ってことで、うん、ちょっとその2層の生地になっておりますので、うん、どちらかというと少しこうちょっとパイのような、うん、サクサクとしたような生地が楽しみになっております。なるほど。これなんかあれですよね、食べやすいし生地も美味しいし、ただベーカリーコーナーそうですね、スナックコーナーとかにあってもいいかなと思って。そうですね、はい、こちらも中生地の方も簡単に作れますので、あとちょっと生地の方、はい、なんかまあ、あればもうレトルトというのもありますので、はい、はい、ちょっと簡単にできると思います。はい、胡椒餅、フージャオピン、ぜひお試しください。はい、ちょうちゃん、台湾風チャレンジ3品、私台湾料理、まあ、基本好きなんですけど、今回3品ともめちゃくちゃ美味しかったですね。ありがとうございます。いや、やっぱそれは決めてる、やっぱりこちらのタイプですね、はい、これです。さすが、さっき何回も説明してくれてましたけどやっぱりこのホールのね、スターニスとシナモンとワジャオとクローブとフェンネルかな、はい、この5つをやっぱりじっくり抽出して煮出すたところがこの美味しさの決め手になってますよね。そうですね、はい、じっくりと抽出することによってその風味が整わずに、はい、はい、まだ試作品なんですよね。そうですね、はい、はい、まだ試作品ということでまだ発売はしてないんですけども、まあ、ご要望によってそうだね、そのスピードがある程度高くなっております。そう、動画が届く頃にはできてたらいい。そうですね、ちょっと、はい、頑張ります。頑張ってきたらいいですね、はい、これ使えば台湾料理全部それなりに美味しくなっちゃいますので、ぜひともお試しください。お試しください。